飲んだら乗るな、堤下。どうも、ロキンです。交通事故だけは起こさないように皆さん気をつけましょう。それでは今回もマリオ人狼をやっていきたいと思います。それでは今回参加してくれるメンバーを紹介したいと思います。まずは。飲んで運転したら無限の彼方に、さあ行くぞ。どうも、バズラトイヤです。よろしくお願いします。いや、そんなとこ行っちゃいけないでしょ。無限の彼方に、さあ行くぞ。壊れたな。そして、宴は大好き、モンキー・ディ・ルビーです。どうぞよろしく。いや、最終章入りますね。いよいよですな。はい。そしてミシロンです。トシンさんもやっていたサンリオ版デッドバイデイライト、サンリオミラクルマッチやってるんですけども、はい、昨日めちゃくちゃ強いポンポンプリンに握られて悔しかったです。でも可愛いから OK です。よろしくお願いします。ちょっとすいません、ミシロンさん申し訳ないですけど、ちょっと打たせてもらっていいですか。はい、あ、いいですいいです。死体が残るようになったんですよね。やったー。素晴らしい。そして、はい、どうも、 KRT カルトです。私は焼酎一杯でもう真っ赤になってベロンベロンの酒癖が悪いっていう友達に言われます。よろしくお願いします。あ、じゃあ飲ませればね、悪いことできるんですね、本当に。そしてサイヤ人の王子ベジータだ。酒は飲んでも飲まれるなよ。本当ですよ。ベジータ飲むの？酒。ノニサーにいて胃をやられました。肝臓か。肝臓そんなに。やばいっすね。お、主役の。うん。任せたな、ピッコロだ。今上映中の俺が主演の映画見てくれよな、スーパーヒーロー。よろしく頼むぞ。映画見たく覚醒してくださいよ。わかったぞ。うわ。無限の彼方に、さあ行くぞ。いてさあ、覚醒しろ。覚醒したまえ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。マリオ人狼ルール説明のコーナー。プレイヤーはラウンドの開始時に役職が振り分けられるよ。うわぁ、一体どんな役職になるかな？イノセントは村人。他の陣営を倒せば勝ち。数で押し切ろう。戦いは数だよ。トレーターは裏切り者。能力を使って無双してこう。怖い。他にも古文を作れるジャッカル。死者をゾンビにしちゃうネクロマンサーもいるよ。すごいね。ざっくり言えばこんなとこ。同じ役職以外は全部エネミー。それではマリオ人狼、スタートです。5、4、3、2、1。イノセント。イノセントです。今回は、トレーター2人、ネクロマンサー1人でやっていきたいと思います。やばすぎは。今回ね、この女の子のお部屋ですね。どれでいい匂いがすると思いました。みんなちっちゃい頃入ったことある女の子の部屋。もちろん。もちろんあるんですもん。ない。女の子の部屋と思って気がついたらおばあちゃんの部屋でちょっと。まあ。そしてそれお母さんの部屋だったんじゃないの？おばあちゃんです。なんか女の子の割にはちょっと古臭い匂いだなって思ったら、湿気臭い匂いと思ったらおばあちゃん。ああ。おばあちゃんの名前は何でしたっけ？花子さん。花子。花子。あのよくあるじゃないですか。あの例えの名前で花子ってよくあるから、おばあちゃん有名だなと思ったら全然違いました。かわいいな。トイレの花子さんの話すると怒るんですよね。そうですそうです。私は生きてるのに私を勝手に幽霊にするなと怒ってました。あ、ところで今回断定は。かっこいい、何それ。いや、カルトさん、このカルトさん、探偵は話題作りしないといけないとフリーザから聞きましたよ。あ、そうなんですか。めっちゃ水が、なんか上でなんかやってる。え、なんだこれ、え、なんだこれ、どうだったんだこれ。どうしました、どうしました。え、なんか変な銃をエクタンさんから渡されたんですけど、すっげー見にくいですね、これ。見づらいでしょ、それ。マジ見づらい。銃も追加されてるんで。あ、やべ、来ました。あれ銃どこ行った？あれ上でなんかしてるんだこれ。あ、こんなとこ。あ、こんなとこある。あったあった。あ、ミシロさん。ねえ、ミシロさん、この銃見て。この銃。
あそこどうやって行ったの？その銃めちゃくちゃミスれんだけど。ああでも強いんすかね。あ撃たれた。削っていいすか？撃たれた。ちょっと待ってください。なんか真ん中で撃たれましたよね、トシンさん。俺でも使いやすいっすよ。ベジータベジータ。あーなんだ。なんだ。ベジータ俺はここベジータベジータベジータ。あれでカルトさんよ。はい、何ですか？気持ちいいボックスを用意してくれないか。気持ちいいボックス、こっち来てくれたら。ちょっとこの銃初めて使うからちょっとわかんない。何この銃。ホラさん生きてますか？生きてますか？ホラさん大丈夫ですか？いや俺は生きてる。いや仲間じゃないでしょ。仲間じゃないでしょ。バカだね。相方いるってこと？いや大丈夫、相方ないよ。相方クリキッチャー倒した。でもネクロマンサーがいるから。ちょっとカルトさん、まず、はいはい、まずここに来て死体を調べてもらっていいですか？ちょっと。いや間違いない。どこ登れない。とりあえずここに死体が一人。二段ジャンプで。武器がね。よいしょ。ちょっとハマスを。やばすぎ。ちょっと操作方法が若干。あ、弾ねえじゃんこれ。弾ないっすよ。あれ、取れた一人やってか、これミシロンさんやれば終わりじゃないですか。ミシロンさん、え、ネクロマンサー、ネクロマンサー。いや、ネクロマンサーいますよ。ホラさんですよ、ホラさん。いやいや、俺イノセントっすよ。ホラさん？いや、俺イノセント。IN、もう、いや、それは言ってもつまんねえから。あ、これ、トシさんの下調べて。トシさんも、あ、ちょっと、カルトさん、こっち。トシさんの下調べて。あ、違う。あれ？これ、いるって言ったじゃないですか。これ豊かさんと、いやこれ二人とも殺さないといけないやつっすね。なんかまさかだな、ミシロンさんよ。まあ俺がネクロマンサーのようだな。何？おいるな。やめろ、ガラスを割るな。ガラス割れんのかこれ。割れないのか。いや弾がもったいない。あ、確かに。確かにな、残念だな。あ、いる。あやばい、いた。どこ。じゃあここ出ない方がいい。出ない。いや待って、どこ。いや、こもろ。こもろ。いや、いて。よし、当たった。くそったね。いやもうね、武器、弾がないから。弾がないっすよね。逃げ惑いながら行かなきゃいけないっていう。なんかいい方法ねえかな。なんかいい。おぶれ、ホラさんだ。ああ負けた。よし。あ、何言ったのホラさん。え？いや、ホラさんがどうやら死体になって出てきてくれたようだ。何？俺はネクロマンサーだ。ホラさんを蘇生したいところだが、どこをプニプニしたいんだ。ちょっと待ってミションさん。いや、また。蘇生してくれ。ホラさんを蘇生したいんだか。ダメだ。今回はどうやら蘇生をできないようだな。死体をずらしてくれ。どこ押したいんだ。あれ右クリックだよね、確か。あれどこ。どこにいるの。あ、やばい。やばい。やられた。やられた。ホームランバットで。僕ずっとなんかロードで止まってますね。あ、じゃあ飛ばしますか。一旦。はい。あ、すいません。これ再起行ってきた方がいいですか。ルアー。したら
テッドで止まってるんですよね。ん？ん？今のうちに。あ、いや、今入りました。あ、入れました。入れた。ナイス。入れました。あ、試合できてます？できた。できてます。多分できてます。あ、じゃあ行きましょう。行きましょう。行きましょう。継続で行きましょう。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。探偵は豊さん。探偵は豊さん。探偵豊さん。豊さん。探偵になってしまったよ。毎回落ちるな。暗いな、ここ。いてててて。ミシロさん。誰か死んだ？誰か死んだ？大丈夫？死んだ音ありましたけど。こいつが死んでるのか。え、これエカさんでもね、でもわかんない。え、近くで、え、ウタンさん近くにいますよね、今。え、何が？エクタンさん？エクタンさん？いや、だって、エクタンさん近くで銃声して、え、いや、あ、違うかも、ごめん。言っとくわ、エクタンはあれだ。違う？タンスの中に隠れてるぞ。あ、そう、なんだ。いや、それ見て。大物。待って、なんか誰か死んだ。なんだこれ。なんだこれ。あ、ピッケルさんが死んだ。ピッケルさんが死んだ。ってなんだ、あいつ。あ、やっぱり。トレーターか、もしくは。あれあれ、いや、あれじゃないですか。なんかネクロマンサーじゃないですか。まあ、それは俺が確認していこう。見てやってください。誰がネクロマンサー？さあ、確認だ。チェック。あー、トレーターね。相方、ブチギレ案件来ました、これ。はーい。ちゃんとやってください。ホラーさんかな。いやいや、俺じゃないですよ、俺じゃないですよ。俺じゃないですよ。俺だったら本当、何やってんだよって言うよ。確かに言いそうだな。でもこの近くにいたのはカルトさん、あなたしかいない。え、だから私、おそらく落下死だ。落下死、ははあ、トッシーさんがやったわけじゃないんだ。私じゃない。私はむしろエクタにチーズの流れをもう一度渡そうと思ってた。なるほど。あ、なるほど。なるほど、なるほど。このカラ返事、やっぱり怪しい。いや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 、怪しい、トッシーさんって怪しいな、なんかな。いやいや、全然怪しくないですよ。僕はあの子供のおもちゃだけど、ホラーさん大人のおもちゃに詳しいとか聞いたことある。いやいやいや、詳しくないです。ミシロンさんが詳しいんすよ。あ、ミシロンさん。まあまあ、ちょっとまあ、かじった程度ですけど。いや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 。大人のおもちゃかじってなんだ。街で知る男優に、ね、ならないかって誘われるぐらいですからね。なんだその話は。すごいな、ミシロンさん。秋葉で。ベジタルした、俺、おっとってた、歌う。秋葉のウッディとはミシロンさんのことですよ。秋葉のウッディ。怖い怖い怖い。ベジータさん、もしよければ、回復薬くれないと。もうすでに出してる。あ、出してます、出してます。ヒントを言うとしたら、あれだ、ネズミのあれだ。あの場所。ネズミのあれだ。バチッとするところどっかにある。ああ、いいっすね、いいっすね。え、どこない。いやいや、チーズのとこ、チーズのとこよ。2、3箇所あるからな。チーズの、あ、え、ここだけじゃないですか、チーズ。ちょっと2、3箇所ある。違うんだ。2、3箇所。なあ。トシさん、ここに美味しそうなチーズありますよ。え、嘘。絶対、ちょっと今ちょうどお腹空いてたんですよ。ホラさん、ありがとう。嘘だろ。死ぬんかい。いや、やっぱ体張るなぁ、やっぱ。でも、トシさん、さすがだな、トシさんはな。あれ、トシさん、イノセントやったね。でも、なんでスローモーションになったの？なんでスローモーションになったんだろう。ホラさん？いやいや、俺なんもしてないし、俺なんも打ってもないですよ。とりあえず、トシさんではなかった。うんうん。え、ミシロンさん？はいはい、なんですか？あ、生きてる。え？怖っ。え？ルフィは？いや、多分栗吉さんが一番最初に死んでるんすよ、どっかで。え、なんか謎の死体が、あ、これはあれか、置物か。生きてんのじゃないの？え、なんか私、うわーって音がして、あ、誰か死んだと思って。え、どっかで死んでるんすよ。で、私、エクタンさんが殺したんじゃないのって疑って、死んじゃったっていう。ただ、誰かが今、ジンガイが死んだはずだ。ジンガイが死んだ。ジンガイが死んだのか。さっき今、スローモーションだったからな。あー、あれ、ジンガイが死ぬとなるんですね。あ、そうなんすか。おそらく死んだ。おー、なんだこれ。なんだ、やばい。あ、なんか死んでない。あ、いた、死体発見。死体発見。トレーターだ。ってなると。トレーター。ネクロマンサーだ。あ、ネクロマンサーだっけ。びっくりした。じゃあ、この部屋、なんか、ちっちゃいんで、ちょっと僕、大きくなって。いやー、でかくなってる。どこだよ。
いや、思ったほどでっかくなんなかったな。上だ。死ぬわ。イノセントデテクティブデテクティブ、デテクティブ、おお、エクタンさん、それ落下死しないでくださいよ。死なない。エクタンいいな、美味しい。振りされてる。いや、それいや、ダメ、真面目。ちょ、なんで死ぬの、なんで死ぬの、エクタン死んだ。しかも探偵だったっていう。あんまり死ぬのって一番もちろん先般ですよ、ちょっと。あ、言ったつもりじゃなかった、心配したの。やっぱりあの人はやったらやったら怒られるっていう、もうこれ悲惨なところ。かわいそうに。ちなみに気持ちいいボックスあるのか。気持ちいいボックスかなんか出してくれ。なんかお手土産を出してくれればよかったんですけど、ね。いや、マジで何も出してなかったから。出してね。しゃーない、しゃーない。しゃーない、しゃーない。ネクロマンス、あいつ生き返らしてくれ。ネクロマンス、ソースで生き返らしてくれ。ゾンビになっちゃうから。まあ、ゾンビになっちゃうから、そっとしといてあげよう。ゾンビみたいな。危ねえ。怖い。何の揺れですか、これは。揺れてる。アンディが彼女となんか揺れるようなことしてんのか。なんか虹出てますよ、トシンさん。虹出てるね。行っちゃってる。なんか、トッシーさんの方から銃声したけど、トシさん撃ってない今、なんか。いや、今、ミシロンさんが、あ、行くって言って、なんか行っちゃった。行っちゃった。ミシロンさん？ミシロンさん、生きてる？あ、ミシロンさん死んだの？あれ？珍しい。ちょっと確かめてみます。いて、撃たれた。すみません、お茶飲んでました。撃たれた。ホロさん。はいはい。コロナ面師。エクタンが無言でホロさん撃ってました。え、なんでエクタン死んだんじゃないの？え、じゃああれ何？え、エクタンだって、なんでエクタン死んだんじゃないの？まあ、エクタン見た目、生まれつきちょっと妖怪じゃん。トシさん、後ろ。どこ？エクタンの下から下がってる、エクタンの死体が上がってる？なくなってる。なくなってる。どこで？あ、復活したんだ、じゃあ。誰か復活させたんすね。なんで俺撃ってきた？ホラさんがバチバチに撃たれた。エクタンが無言で。ああ、まあ、ネクロマンサーだから撃ってくるか。そうか。そうだね。先生どこだってなると、誰がエクタンを蘇生する？確かに。なんでエクタンは喋らないんだ？なんで喋んない？ゾンビでも喋っていいんすよ。死んだ？死んだ？また死んだ？なんで？喋り方を忘れたのか。誰だ？怖えな。誰に撃たれた今俺は。怖いっすね。誰だ？ミシロさん。え？いや待って、ミシロさん。はいはい、生きてるよ。そこにめっちゃドローンがあるぞ。え、どこ？いや、ドローン。え、いや、ということか。俺これ出ない方がいいのか。誰がドローン出してんの？あー、ベジータ。ベジータがドローン出してんの。ベジータがドローン出した。ちょっ、痛い。やばい。え、なんか誰だ？待って、キングパップした音聞こえたんだけど。よいしょ。ミシロンさん、でかい。よーし、やった。マジか。あれ、ミシロンさんも、ミシロンさんも敵に回ってたのか。マジか。すげー、早かった。ナイス。面白すぎる。俺トシさんに殺されちゃったんすよ。あー、そっか。あー、そういうことか。4、3、2、1。イノセントしか来ねー。イノセントしか来ねー。ミシロンさん探偵だから頼りになりますね。探偵でーす。ミシロンさん探偵になったらそれ絶対つけますよね。探偵でーす。はい、探偵でーす。もう命半分になっちゃった。確かに。どうした。じゃあもう半分にしとこう。何分の1まで削れるのか。ちょっと微調整しましょう、微調整。いや、もう無理。あと13なんだからもう打たない。あと13。13ちょっと割れないっすね。割れないんで。いやいや
一桁にしときたいから一桁に。ダメダメ、ちょっと待って待って待って、やめて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 。あ、ルフィのその10ならあれじゃないですか。いやダメダメダメ、13しかないんだから死んじゃうから死んじゃうから。エブダさん、ここにここに回復アイテムありますよ。え、どこ、嘘嘘。あ、ここここここ下にあるこの黄色いの。チーズ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 。あれあれプロテインだから、プロテインそこそこそこプロテイン。でももうもうもうあれあれ本当？うん、ここあるよ、ここここに。だだだだだ、巨大化した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 。ピッコロ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 。やっぱ僕これファインプレーだ、これ僕ファインプレーっすよ。チーズ食べたのに僕勝った。ナイス、なんでこの中でやった、なんでこの中で巨大化した。基本なんていうこれ、もうチーズの流れで絶対に行かないといけないと思ったんでしょうね。そうっすね。あ、ミシロンさん、私もう HP が8しかないんで。あー、ごめんなさい、俺のが当たっちゃったのかな、ごめんなさい。じゃあ、あれで置いときます。え？あれ？じゃあ、あの、家のところ、10秒前、これ、ベジータ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 、ベジあれ、そんな言い訳してどうするつもりだ。ベジータベジータベベベベジータなんだまず。結局誰が生きてんだ今。ベジータ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 。なんだなんだ。やばい、やめてよ。どこにいるベジータ。今カルトさんベジータなんだと。ベジータでしょ。あれ、トシンさん、トシンさん、トシンさん、ちょっと走ってみてください。走ります、走ります。やばい、ちょっと待ってください。ちょっと走ってみてください。ちょっと足捻挫しちゃって、ちょっと危ない。走ってみてください。殺しますね。トシンさん殺しますね。やばい、もうバレた。ご主人様、カルトさんです。違う違う。いや、ホラーさんでしょ。カルトさん。俺違うよ。俺違うよ。足押せな、これ。いやいやいや、言ってるじゃねえ。待て。これもしかして、もしかする。待て、エクタン？何？生きてんのか？いや、生きてる生きてる生きてる。いや、エクタンさん絶対ゾンビだよ。だから豊さんとエクタンさん、あ、やべ。よし、とりあえずカルトさんをゲットだ。どこでやられてる？これベジータじゃん。いや、俺は確かにトレーターだ。ベジータだ、ベジータ。俺はトレーターだ。やばい、やばい、やばい、やばい。どっからだ。あー、止めた。よしよし。おー、ミシロンさん。ミシロンさん。ミシロンさんやった。さよならミシロンさん。あとはベジータ。あとはベジータだけ。なんてこった、まずいな、非常にまずい。どこにいる、どこ。ねえねえ、相方でしょベジータ。ベジータ、ベジータ、なんだ、どこだ、どこだ。今こっちが待ってろ、こっち来る。なんか新武器ねえかな。あ、終わり。あ、ナイス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 。いただきました、ベジータ、ありがとう。お、4、3、2、1。カルトさんが探偵。じゃあカルトさん話題出してもらっていいですか。はい、あ、じゃあなんか子供部屋なんで、昔、はい、あの買ったおもちゃとか、どんなおもちゃ買ったとか。ああ、いい、それめっちゃいいですね。その質問いいですね。ちょっとエクタンに期待の質問ですね。あったよそれ。確かに。おもちゃか。私はバトエンといって、昔バトル鉛筆。あ、バトル鉛筆いいっすね。バトル鉛筆は学校に持っていけるのがでかいよね。そうそうそう。鉛筆だから。バトエンか。バトル鉛筆、今の子供たちわかんないと思いますけど。わかんないですよね。わかんないですかね。鉛筆シャーペン。なんかサイコロみたいな感じなんですよね。鉛筆をサイコロみたいにして、なんか攻撃するんですよね。なんか今もあるんじゃないですか。今もあるのかな。でもドラクエ自体が今流行ってないから、なんか自作のとか作ってる子たち、そう、ね、あ、いましたね。正直ちょっとあんまり買ってもらえない人が自作で作ってやってたのが、でもそういう、なんかそういうのはなんかもうカウントされない。もう今の子たちは多分鉛筆とかわかんないんですよね。あ、もうシャープなシャープペンなんだろうね。シャープペン。でも今の子たち iPad とか鉛筆使ってますよ、多分。そういうもんでしょ。でも使わされてるでしょ。あ、ルフィ死んでる。あ、ルフィ。
そんなに答えたくなかったのか、昔の話よ。え、でも、あの小学生まではなんか、あのシャーペン禁止とかなかったですか？あ、ありました、ありました。シャーペンダメでしたね。そう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 ね。だからさ、1、2年生ぐらいはさ、多分鉛筆使ってんじゃないかな。あの、シャーペンの芯は HB は使ったダメとか、なんかわけのわからないな。HB はいいんじゃない？ HB ダメだったっけ？ HB ダメだった。そうそうそう、最近さ、なんか HB じゃなくて、なんか F とか、なんかそう、うんうん、あー、F のがあれ、硬い、硬くて薄いやつですよね。ああ、そうなんだ。下ネタですか？下ネタですか？F を下ネタって。ごめんごめん、違う違う違う、なんかね、柔らかい方に行ってるはずだから、B とかだっけ。あーあー。あ、なんか、ピストルの音がピストル。あ、違う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 。タレット、タレット。タレットはこれね、豊かさんっすね、使うの。なんでバレんだ、なんでバレんだ。ドールで黙ってたわけだ。なんでバレんだ、そうね。じゃあ、早めのオチですけど、じゃあ、ちょっと、あの、エクタンさん、子供の頃は遊んだおもちゃ。え、ああ、まあ、おもちゃっていうおもちゃじゃないんですけど、はい。あの、学校に持って行って遊んでたなっていうのは、あれですね、匂い付き練り消し。あーあー、なんかまあそれ普通だな、なんか普通だな、それなんか俺の世代でもあったし、うん、俺も持ってったことありますね。なんだよ、じゃあなんて言えばいいんだよ。いて、いて、いて、なんか撃たれた、めっちゃ撃たれた、ちょっとカルトさ、あれ出して。ちょっと撃たれるんですよね。いいですよ、別に。じゃあ俺死んでくるね。ちょっと待って、違う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 って、もうすぐ最近すぐ寝るんだから。ほいや、ほんとよ、もう不仲になってるもん、二人。やだ、不仲説書かれますよ、私たち。いや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 、いや俺がどんどん広めていきますよ。だって、だってすぐやだ、って言うと笑って。やべ、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 あれですよ、怖いな。更年期障害に入っちゃったからちょっと切れやすいかもしれない。隠せない、あ、じゃあしょうがないね。なんか荷物がいっぱいなのかな、わからんけど。どこにいる、どこにいる。あの、僕エクタン、エクタンとベジータにやられた。これ買ったから。いやいや、俺これ今カルトさんと一人でいるから。無理無理。エクタン。やめろ。やめろ。あ、帰る。いや、これ、これ、あ、これ多分あれだぞ、トッシンだな。ベジータやりました。ベジータやりました。あ、ナイスです。あ、ということはあの二人がトレーターじゃない？はい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 。どこにいるの、エクタン？下。下いいのか、下に、ほんとに。やべえ、取れ。やべえ、エクタンさん、行くぞ。あー、やばい。あ、やばい、やばい、やばい、トッシンさんが復活してる。え、あ、動いてる、絶対あれゾンビだぞ。ゾンビいるな。痛い、痛い、痛い、痛い。どこだ、どこでやってんの。くそー、後ろ、後ろ、後ろ。え、向こう、違う。エクタンさん、下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 。痛い、痛い、痛い、痛い。ナイス。森？エクタさんが死んだ？あれ、まだ終わってない。エクタさんが死んでる。え、これね、ミシオさんどっち？いや、俺、俺、あれ、味方、味方。味方で、味方、味方。いや、本当に味方よ。ベジータ、豊か、豊か。ベジータ、豊か、豊か。ナイス。あ、あ、まだ生きてる。まだ生きてる。僕たち仲間。もう。ナイス。そうか、ミシノさんネクロマンサーだったか。俺、トッシンと二人でトレーターかと思ったんだよ。はい、5、4、3、2、1、イノセント探偵です、探偵です。あ、ホラさん探偵。確かに、ユタコさん合うね。確かにだ。ホラ探偵。よく合うな、ホラ探偵です。ズメるぞ。あの、この間ね、はい、初めてあのデリー呼んだんですよ。デリーデリーを頼んだんじゃなくて呼んだんですか。で、デリーはあの出前館とかあのウーバーイーツ、あ、はいはい、奥さんいるのよく呼べたなと思って。いやいやいや、デリー頼んだんですけどね。あの隣のお兄さんがなんか、デリーお願いします。今日は若い子がいいなと言ってたんですけど、あれ、ホラさんどういうことなんですか？知らないよ、それは。隣、あ、ね、
隣のお兄さんが言ってました。あ、隣のお兄さんが言ってたの。いつ頼むのかなと思ったら可愛い子でと言ってたんですけど、あの意味は何なんでしょう。そんな壁薄いんですか。隣の声が聞こえるぐらい壁が薄いんですか。薄いです。 0.02 です。隣にそれでよく配信できますね。それはもう何と同じだよ、ね、全部もう丸聞こえですからね、僕たち。何を言ったのそれは一体。僕たちだって生々しいですよ。あれ、これ誰が怪しいんだよ。誰だろうね、誰だろうね。でもなんか交渉取ってるバズさんとミションさんは、いや、ルーフィー、待って、めっちゃ当たれてるよ今。なんかルーフィー、なぜ俺を撃ち殺そうとしたんだ。ルーフィー、ルーフィー、あ、やべ、ルーフィー。確かにミシロンさん、トッシンさん、なんか結構信頼し合ってる感があるよね、うん、そうそう、ね、確かに同じところで高いところにいるんだよね。あれ、トッケルさんどこにいるの。一応言っていいか。そら、言っていいが、一応ルフィが俺をものすごい勢いで撃ち殺そうとしたから。マジで。ああ、じゃあどこどこっすか。じゃあ場所教えてください、死体の。あのね、あのね、あそこ、あそこ、あーあのー、あそこまでわからんの。ニモの上だ。あ、じゃあ行きます。そうそう、あそこ、あそこ、上上上。いやいや、もうあそこじゃわからんっす。何回言えば。いやいや、俺が向いてる方でわかるじゃん。いやいや、わかる。俺の向いてる方。うん。いや、向いてるじゃない。あ、ん？うわあ！え？あ、豊さんが撃たれたんじゃないの？これ、ホラさん。豊さん、いや、豊さんは いや、とりあえずあれだ、あのホラさん一応見てくれてたよな。だってホラさんに撃たれたっておかしくないだって。トレーターですね。トシナトレーター。あー、トレ、あとネクロマンサーだけっすね。ほら。ホラさん、ホラさん、ホラさん、ホラさん。はい。ストップ。ほら、これじゃないじゃないですか。ここに。あー、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もうね、みちろんさん、その声がね、もう信用できない。いや、だから、だなんか俺とトシケさんが LINE やるみたいな感じのこと言ってたじゃないですか。ほらさん、なんか、取れねえな。気がしたんだよ。ちょっといいですね。ほらさん。あ、ちょっと待ってください。はいはい。取れました。ちょっといいですか。あの、俺、あれ、このベジータなんだが、あの、トレーター2機を仕留めたんだ。いや、まあまあまあ、白、ほぼ白角っすね。やっやべえ。どここっち来て。いや、あの、さっきの、あの、さっきの場所、さっき、あの、こそこそこって言ってた場所。あー、そこか。そこどうやって行くんだ。いや、なんか外から行ったら絶対ミシロさんにやられそうだな。いいよ、行って。いいよ、行って。ほら、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 ミシロさんが、ミシロさんから。あー、大丈夫、大丈夫。あぶねー。いやー、でも半分入っちゃったな。半分しか与えられないのか。すごいポイント持ってるんですけど、ちょっと間違えた。じゃお願いします。今ちょっと。ちょっと。ボタン配置変わっちゃったからね。捨て方が分かる。そんな、ホラさんいいんですか、エクタンさんになんか言うて。エクタンさんは、いや、だってもう、うん、白だもん。白なんで。誰が探偵なの？今全然気づかない。ホラさん。ダリナレー！どうしびっくりした。びっくりした。おお。でも神々しく待ってたね。神々しく待ってた。もう一生ナイスだったよ今。今よかったわ。いやー、ナイスだったわ。四四四三一。イノセント。なるほど、一つ勉強になった。人間です。あ、ディテクティブだ。あの、ちょっとここ突っ込みところ満載なんだけど、突っ込んでいいですか。あ、はいはい、何ですか。あの、なんでベッドの上にこんな棚置いてるんですか、この家に住んでる。棚？このベッド、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 キティちゃんのベッド。キティちゃんのベッド。最初に挨拶したベッド。ベッド。あれでしょ、ドールハウスじゃないの。ドール、あ、これドールハウスって言うんだ。エクタン詳しい、家に持ってるんですか。持ってる持ってる。あ、持ってそう。エクタンさんだって趣味リカちゃん人形遊びですもんね。そうそうそう。最近バービーちゃんもね。ああ、いろいろ混ぜて。そう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 。お話ししてんのいつも。どういう？え、あ、エクタンいつもかっこいいね。うん、ありがとうつって。あ、だいぶやばいです。だいぶやばいっすね。知り合いの病院にちょっと紹介するんで行ってください。紹介状書きます。友達がもうそれしかいないからさ。うん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 。そんな。しょうがないのよね。
名前なんて、なんかトチナつけてくるの、なんか怖い、なんか無言でつけてきたな、怖っ、無言でつけてきた、怖っ。エクタの声聞いてたんですよ、ホラーさん、エクタの、はい、無理があるでしょ、無理がある、ちょトチナ警戒しといたらいいよ、トチナちょっと警戒しといたら、ちょっとあのバズは危ないね、ちょっとね、僕は確かに顔は危ないけど、そんな行為は危なくないです、なんかベジータの方いたよ、バズでもミシロンさんもいるから安心してください、安心、安心してください、安心してください、壊れてる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 、え、なに、バズはどっち、ネクロマンサー取れた、バズはどっちってどういうことですか、うわぁ、どうしたどうした、なんだなんだ、すごい、なんだ、すごいヤンマスマが聞こえたぞ、怖い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 、バズライトイヤーが、バズライトイヤーめっちゃ言ってきたんで、一応帰り討ちにしといてやったぜ、あ、バズライト、やっぱバズライトイヤー黒でしょ、ほら言った通り、バズライトイヤーは、そっちから戻れるんすか、そっちから戻れない、これ無理無理無理、なんでああいう、いやめっちゃ怖かったぜ、おー、なんでこれ、なんか行ってるよ、なんか行ってるよ、なんかドロン、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 ピコロ大丈夫、落ちた、ドロン、プロやばい、うち落とさんば、あ、待って、あ、やばいな、あ、やばい、あ、大丈夫、ミッション触れてる、ネクロマンサーだ、ネクロマンサー、ネクロマンサー、なるほど、やめたら、ちょっと待って、逃げなきゃ、やばい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 、やばいやばい、ドロン呼ぶなよ、まったくだ、とりあえずミッションさん、ドロンに追われていたぞ、あ、やばい、来てる、あ、やばい、ミッションさん、ミッションさん、ミッションさんが撃たれた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 、大丈夫？シドンとか、あ、待って、あいつだ、分かった分かった、犯人あいつだ、これ誰？多分ルフィだな、犯人は、え、でもルフィは違ったよ、ルフィは違ったよ、ずっと一緒に、え、じゃあいるけどってなると、カルトさん、で、いや、ベジータじゃね、探偵ですよ、いや、多分これベジータですよ、あ、カルトさん、そっか、ベジータだね、ベジータだね、そう、俺こんなに頑張ってんのにマジか、俺が犯人なのか、いや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 、でもホラさんもない、いや俺は違うよ、俺は違うよ、じゃあちなみにホラさん、はい、ドローンに追われましたか、ドローン、いや俺上にいたからドローン来てないっすね、ノノ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 でもトッシンさんはネクロマンサー人陣営なんで、しかも俺も狙われてたし、俺も狙われてたし、トッシンさんに、カルトさん信じてくれ、多分クリキちゃんとホラさんが、いや俺トッシンさんに狙われてましたよ、トッシンさんおそらくネクロマンサー、ドローンに襲われたんだか、うん、マジな、まあいいだ、いやまあとりあえずまあいいよ、俺はとりあえずカルトさんを守るだけだ、カルトさん守る、よしよし、俺はカルトさん守るぞ、ミシロンさんの死体どこっすか、あ、待って、ミショさんの下は外だ、やめてくれ、あー了解っす、俺はいやドローンの音すんな、あーじゃあ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 、ちょっとカルトさん、ちょっと見守ってくんねえか、オッケーっす、オッケーっす、オッケーっす、はいはいはい、よしよしよし、とりあえずまずミショさんを撃ち殺したのはクリキちゃんだ、間違いない、あそうなの、違うぞ違うぞ、あれは嘘つきの声だ、じゃあおいルフィ、あんた、なんだよ、今一体何の武器持ってんだ、あんた、なんかかっこいいやつすげえかっこいいやつ、まあ、カルトさん、こういうことだ、あどこにいるんだよ、出てこいよ、出てこいよ、出てこいだ、出てこいよ、むしろどこにいるんだ、本当に、じゃあじゃあじゃあ教えてくださいよ、レーダー買うわ、レーダー、あー、そこね、そこね、うん、ここだ、あー、分かった、まあ、言うて、あれだ、カルトさん、出すな、顔出すなよ、そっから撃たれるぞ、はい、あの、あっちの方角だ、こっちの方角だ、あっちの方角、さてさて、ホラさんのいる場所だいたい予想はついてるぞ、ちょっとカルトさん一緒についてきてくんねえか、はーい、おめ、あっ、さて、どこだどこだ、あれ、レーダーで分かったんじゃないですか、あっ、待って待って、どこ、後ろ、ここ、いたいたいた、やべえ、死なねえ、任せろ任せろ、やべやべやべ、助けて、助けて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 、ほどうだ、やってないやってない、やってない、オッケー任せろ、多分やってない、オッケー任せろ、ん、うわあ、くそ、
ナイス。あー、マジか、負けたのか。マジ？マジか。トラさん、もう一度にキモティボックスだったんだけど。あー、知らなかった。知らなかった。やったー。やったー。GG しみてよかった。5、4、3、2、1。イノセント。あ、でこれ当たりなんてあるんすか、この。あ、この当たり判定あるよ、あるよ、多分これあるちょっと当たり判定あるのかちょっと確かめてみますか。オッケー、ちょっとホラさんで、じゃあ俺が行きますよ、俺が。いやいや、俺が行きますよ。ダメダメダメ、エクサンさんばっかりね。ダメダメダメ、いい思いさせませんよ、エクサンさんには。え、エクターさんにはそんないい思いさせませんよ、毎回毎回。イチロンさん、ダメダメ、ホラさんまだ来てない。いやいや、ホラさん、やっぱエクターさんにはもうやらせませんから。ホラさん、ベッドの上から見ちゃダメ、絶対巻き込まれないから。いや、エクターさんにやらせませんから。何してんの、何してんの。見ちゃダメ、ここ扇風機のところ見ちゃダメ、絶対にダメ。ダメダメ、見ないんだよな。ダメです、ダメです。エクターさんに美味しい思いさせません。エクターさん、行っちゃダメだから。何言うの。あ、それダメ、それダメ、それダメよ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 、ダメです、エクターさんに。無限の、無限の彼方に、大丈夫か。大丈夫、大丈夫、生きてる、地味に生きてる、どうして、転んでくれ、地味に生きてる。あれ、エクター取れた、あれ取れたって書いてある。エクター取れた、エクター使った、探偵使った、今探偵誰、探偵誰、探偵誰、俺何もしねえぞ。なんだこれ、なんでも。そしたらエクタンさん白っぽいっすね。どっから、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 どっから登るの。え、どこ、どっち、どっち、あ、やっぱ、痛い痛い痛い、あれ、あと、まだ撃っていいの、撃っていいの、あれ、ちょっと待って、エクタンさん、ちょっと待って、ちょっとまだ行かないで、ちょっとまだ行かないで、俺行くまで待ってて、待ってって、取っていいっすよ、取って。じゃあここね、ちょっと待っててください。あ、危ない、危ない、痛い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 、これこれ、リサさん、これ危ないっすよ。ちょっと待って、死ぬ、ちょっと、これ、これ、これ危ないっす。ちょっと待って、ちょっと、登れない、登れない、登れ、どうぞ。あ、ここ、ここ登って、ちょ、エクタさん、ダメよ、まだ死んだら。あ、今、今、危なかった。あ、取れた、エクタ、こうせ、ダメ。あー、死んだ。あー、取れた、死んじゃった。落下死した。誰か死んだ。あ、あれね、吹っ飛ぶんだね。え、ベベ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 ベ、危ないよ。危ない、危ない、危ない、危ない。俺も滑ったからね、今。次から次へと。いいじゃん。ここ怖え、すげえ怖え、怖い、ここ超怖え。トルボ滑ったもん。あれ、いで、なんだ、なんだ、撃ってきた。あれ、なんだ、誰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 だ、ちょっと待ってね、ちょっと待って、ちょっと、ちょっと、あ、あ、ここ滑るんすか。あ、あ、じゃあ、じゃあ、エクタさん、ここ、ギリギリのとこ立ってもらっていいですか。ギリギリのとこ立ってもらっていいですか。はい、はい、はい、はい。じゃあ、じゃあ、もっともっとギリ、もっとギリギリ。もっとギリ、はい。はい。どうだ、ゴミゴミ、あられ、何やってんすか、何やってんすか、あやらない、だ、大丈夫か、みんな。待って、これ、これ、あの、見てほしいんすけど。あー、落ちる、落ちる。あ、もう行くした。今どうなってるんだ、今どういう状況だ。あれ、あれ、あれ、おかしいぞ。これは一体どういう状況だ。なんか勝手にみんな死んでいきました。やばすぎ、やばすぎだ。やばすぎ。ベジー、ねえ、豊さん、お願いがあるの。なんだ、その可愛らしい感じだ。なんだ、言ってみろ。今回勝たせてほしいなって思って。ちなみに、あと誰が生き残ってんだ。え、誰も生きてないんじゃないですか。今、クリキッチャーの声聞こえたな。おー、まあ、天国に行きましたね。なるほど。今、ハルトさんだけか。俺は上だ。上？俺、上だ。ちょっとベッドに行きませんか。ベッドだと俺はブルマとしか寝ないからな。そんな、で少しぐらいいいでしょう。お顔は足りやがれ。少しぐらいいいでしょう。まあ待て待て、とりあえず今あれだ、先っぽだけ、先っぽだけ。あ、ちょっと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 待てよ、カルトさん、今ちょっと用意するからな。はい、これがどういう、今この方を用意するから、ちょっと待ってろ。どの方、まあ、まだ。イボ兄弟を作ろう、イボ兄弟。イボ兄弟。まあ、カズさん、ちょっと待ってろ、ちょっと待ってろ。待って、どこどこ、早くしろ、まあ、待って、待って。早くしろ。早く、早く出てきてよ。ちょっと、うずうずしてやがるんだ。ベッド、早くベッドに。ベッドに。早くベッドに。ベッドあっちだ、分かった、分かった、ちょっと待ってろ。今起こすからな。どこだ、多分ここだな。え、これなんだ、ここ。よし。
ちょ、カルトさんよ。はい、なんでしょう。ちょっとそこから離れてくんねえか。あ、オッケー。うん、ちょっと蘇生するからちょっと待ってろ。なるほどね。そういうことだ。じゃあカルトさんに対して誰がいいかな。ちょ、カルトさんよ。はい。問い目にいてくんねえか。今死体がいっぱいあると思うんだ、そこに。あ、そこに行けばいいんですか。いやいや、来るな来るな。あ、来るなって。来るなってことだ。あ、行きませんけど、じゃあ違うとこ行きますね。よしよしよし、今見てるからな。いやー、いっぱい倒して今日は機嫌がいいなまあやっぱ選ぶとやっぱこの人だよ。おわえ何してんの。ちょっと時間ないんですけど。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。ちょっと悪いな、ちょっとエクターはダメだったようだ。じゃあちょっとすいません、ちょっとじゃあお願いしましょうか。なんだなんだ、ちょっと待ってろ、ちょっと待ってろ。今長押しで、長押しでいけます。そのままあのずっと押しっぱで。了解です。ずっと押し、それで大丈夫。いや、もう押しっぱ、今のでよかった、今のでよかった。了解です。ずっと押します。ずっとホラさんの左乳首を押してます。まだ今合ってない。今合ってた、ね、あと1分だって。今合ってる、合ってる、合ってる、今合ってる、今当てる、当てる。俺ずっと来ました。はい。なるほど。高いところからスナイパーで覗いてましたね。そうっすか。え、ベジータ死んだ？ベジータ死んだ。マジか。あ、ホラさん。あ、じゃあカルトさん一緒にベッド行きましょう、ベッド。あ、いや、ベッド行きましょうか。あ、ベッド行きましょう、ベッド。ベッド行きましょう。ベッド行きましょうか。あと1分30秒しかないんですけど。はい、今行きます。楽しみ。楽しみだな。でもこれ負けそう、ワンちゃん。あ、あ、あ、ちょい、どうなってんの、どうなってんの。せっかく勝つチャンスだったのに、ね、自ら。いや、いや、舐めてきたな。ベッドに行かせて。ベッドで行かせてです。この女先に行きやがったぜ。先に行きやがった。ホラさん先に行きやがったよ。先に行きやがったよ。4、3、2、1、探偵です。探偵です。探偵了解だ。ホラさん探偵、探偵です。探偵です。了解です。了解です。ちょっと銃変えたいな。あ、まずいかもしれない。あ、ラッカさん死んだ。ラッカさん死んだ。ラッカしかまたデタカさん死んだ。ベジータのくせにラッカシとかダサすぎはあろった。ほんと心じゃないのか君は。しょうがないんだよ。あのベジータ武具術使えないからさ。死体はどこ、死体はどこ、死体はどこ。ペンディングのカレンダーの、あ、ポスターの下です。なに、なんでポスターの下、の下。あーあー、それ死ぬんじゃない。大丈夫大丈夫。今もう7です。ちょっとマントに当たりハンってあるか見ていい。あ、ここにあった、ここにあった、ここにあった。マントに当たりハンってあるか。あ、死んだ死んだ死んだ。誰誰誰誰誰誰。今誰誰誰誰。私じゃない、私上にいますけど、ミシロンさんもう多分撃ってないです。銃撃ってないですよ。トシンさん、トシンさん今。違います違います。絶対おかしい、絶対おかしい。あれじゃあルフィじゃないの。いや、ルフィでも当てれるかな、あの距離。今ルフィベジータ使いのとこ見てほしいんだけどな。ベジータ見てほしかったから。いや、この二人怪しいな、なんか。ホラさん見ててくれ、ホラさん見てて、見てて。はい、見てま見ます。うわぁ、これでこう、これでほら、これで終わり。ほら、ルフィって多分人狼だと思うんですよ。人狼見ます、体調べます。あー、ほんとだ、あ、ほんとだ。それでエクタンとベジータを見たらいいんじゃないですか。エクタン、ベジータ、エクタン見ますか。エクタンイノセントスで、ね、やっぱり緑だ、ダメくせに。ベジータ見とこ、ベジータ見とこ。今のうちにミシロンさん見てます。ミシロンさん見てます。あそここれミシロンさん、ちょっとこれやばい、逃げて逃げて逃げて、やばい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 、上よっしゃう。やばい。だってあとホラさんだけですかこれ。どうしますかね、ちょっと。ベッド行きますか。ベッド行きますか。ベッド、いや、いい。ちょっとミシロンさんとは別に行きたくないな。ミシロン、そういう趣味はないっすね。まあじゃ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 あカルトさんでもいいっすよ。じゃあホラさんベッドインしますか。ああ、カルトさんとなら行きたいっすね。そしたら、え、ネクロマンサー、ネクロマンサーか。ちょっとじゃあもう一人あの呼んでくんで一緒に。ああ先にあのベッドの方で待っててもらって。あ、
待って、ルフィもベッドにベッド行っちゃいますか。ルフィノーコメントそっち系にはノーコメント。これちょっとこれゾンビってジャンプできる？これ落下しちゃいそう。じゃあベッドに来ましたけど、どう決着つけます？もう家の中でエクターさん最近待たしてるんで。ああ家の中で最悪でも待たしてるんで。はい、ちょっとほらさ待たせるつもり？エクタス、これ難しいな。よいしょよいしょ。いやこれ当たらん。いやいや当たらん。てか、ね、待ってな、誰だ、なんか待って、ホラさんが誰を復活させたんだ。痛い、やべよしさあカルトさんベッドインしましょうか。ちょっとじゃあベッドまで打たないでもらっていいですか。あ、わかりました。ベッドまで打ちません。打たないでね。打たないでベッドまで打たないで。あの前世の約束があるんで。はいはい、ベッドの約束はですね。はい、ベッドの約束。いや大丈夫です。ベッド来ましたよ。はい、最上階のベッド、最上階というか、あの階段登って来てもらって、ね、いやそんなスイーツルームを。スイートルームね。スイーツじゃないよ。お菓子じゃないっすよ。甘いベッドってことじゃないですか。じゃあガンガン攻めますね。あーやめてー。おらあれ終わんない。あれあ、ルフィそうだルフィそうだ、トレーターだったんだ。なんで一番の坂田のルフィ忘れてた。トレーターだったんだ、ルフィ。無言で打ち込めよかったら、ルフィ。いや、いいんだよ、ルフィ。いや、面白い。今の。いや、俺もなんか、死んで天下目でさ、あれルフィトレーターじゃん、どうせ。なんでルフィ蘇生したんだろう。いやいや、女性混ぜといた方がちょっと面白いかなと思って。なるほどね。ひきちゃん、マイク入ってる？面白い。あ、マイク入ってなかったです。すいません。マジっすか。いや、この展開がちょっと苦手なのかなと思って。すいません。あの、めちゃめちゃノリノリで喋ってたんですけど。あ、マジっすか。全然なかった。やりたかったなぁ、クリスさん。すいません、もう。5、4、3、2、1、イノセントでーす。テクテブー。どうしたテクテブー。あ、デテクテブーって言ったのね。そう。あれなんかホラさん、今の何いや、なんかあの映画のピッコロの登場のシーンの歌を歌ったのかな、あの曲を歌ったのかなと思った。あのいや、それはもうピーパラピー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 じゃなくて、そう、出てきてカッコつけて出てきてすぐにやられるパターンですよね、今の。いやでも今回の映画はそんなことないんですよね。ちゃんと活躍するんですよね。見てください。いやでもね、楽しみ。高いところは大好きなんだ。あの昔の鳥山明原作じゃないあの映画だとピッコロさんすごいかませだったけど、確かにね。そう。危ね。カマコロ。カマコロ。あ、びっくりした。危ね、ここ危ないな。何乗ったこれは。何乗った。みんな上にいますね。ほぼ全員。あ、いや、撃たれた。俺もダメージ食らって、俺もダメージ食らったよ。俺も54になりましたよ。誰だ。ピッコロもやられたけど、俺も54になった。ホラさん、俺から見て左側に誰がいます？左がミシロンさん、左側カルトさんですね、カルトさん。いや、でも多分ね、カルトさん、もっとさらに左にいるはずだな。左、ミシロンさんしかいないですね、ミシロンさんしかいない。ミシロンさんよ、エイクターンをどうしてくれるんだ。いや、俺やってないよ。ミシロンさん、どこに？わかんない、でもわかんないですね。俺さっきからこの音ずっと出してるだけだよ。確かに、この音なってるんだ。あ、かっ、えぇ、おっ、ミシロンさん、なんで？ミシロンさん、ちょっと待って、とりあえず、ドロー、あ、ルビーがドローン出してる、とっちゃんがドローン出してる。ちょっとドローンの方向見て、とっちゃんの方向見てから。
どうやって出すねん。危ない危ない。やばい。ルフィだルフィだ。ルフィだルフィだ。出て。こむつけろ。まずいよ。行け。あ、ダメだ。また青みつおさん。どこにいるの皆さん。どこにいる。どこにいる。ベジータさん。いや待ってけどマジか。カルトさん生きてる？カルトさんは死んでるぞ。カルトさん死んだの？どこにいるのベジータさん。ベジータ。高いとこ来てくれた、あのピッコロさんが出してくれた気持ちいいボックスあるよ。いやちょっと待って、ドローンに追われてるんだ。ちょっと待ってくれ。あ、高いとこ来てくれれば気持ちいいボックスあります。割と今高いとこいるんだ俺は。マジで？あ、いやあのあそこです。一番あのピッコロがさっき死んだとこ来れます。あ、わかった。えっ、あーやっちゃった。僕がやっちゃった。あ、ナイス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 。